クロサギ最終回視聴率7.8%前話平均7.4%。キンプリヒラの仕様の演技に注目。キング・アンドスの平野仕様が主演する連続ドラマ、クロサギ TBSK の最終回が12月23日に放送され、その中での感動的なシーンが話題となっています。 このドラマは、同名漫画、小学館が原作で、詐欺によって家族を失った黒崎隆史郎、平野が復讐のために詐欺師となる物語です。米印以下、黒詐欺、最終回のネタバレが含まれます。最終回では、ヒロインの吉川つらら、黒島決裁が誘拐され、黒崎が彼女を救うために奮闘しますが、 二人は絶対絶命のピンチに陥ります。一方、黒崎の標的であるメガバンクの執行役員法上金と佐々木倉之助は政治家がもう幸子、秋山夏子の新党設立のために資金を集めるために奔走しますが、黒崎の過去の行動が影響して難しい状況になります。その中で黒崎と否定関係にあった桂木敏夫 三浦智和から連絡があり、新たな問題が生じます。そして、ついに黒崎と北条の最終決戦が迎えられるという展開です。最終回の世帯平均視聴率7.8%ビデオリサーチ調べ関東地区以下、同、で初回の9.2%に次ぐ事故2番目に高い数字となりました。 また、全話平均視聴率は7.4%で、2022年に同枠で放送された4作品の中で最高値を記録しました。さらに、見逃し配信サービス、t v r の総合ランキングでは、川口春奈主演の、サイレント、フジテレビ系、最終回に次ぐ226日現在、という検討ぶりで、作品の人気が伺えます。 テレビ揮者。また、平野は11月4日に岸優太、神宮寺優太と共に来年5月にキング・アンドブソだったし、ジャニーズ事務所も退場することを発表しましたが、最終回でカツラギが黒崎に放ったセリフに、多くのキンプリファンが反応しています。最終決戦を、親病室のベッドに横たわる黒崎に、大使カツラギがここからはお前の人生だ。 自由に生きろ、というシーンがありました。ネット上では、この言葉、今の潮君に言われている気がして、潮君には自由に幸せに生きてほしい、と平野の状況と重ね合わせるファンの声が相次ぎましたどう。黒サギではこのシーンだけでなく金プリや平野の現状と関連するような場面がたびたび話題になってきました。 第9話では吉川がもう二度と戻ってこないのではないかと心配する中で黒崎がいつもの仕事と変わらないよ。よ二度と会わないとか大げさに考えすぎです。よと答え吉川がそうだね。待ってるよ。帰ってくるまで待ってるよ。と返すシーンがありました。これもまたファンへのメッセージのようだとして多くのファンが感動しました。どう ジャニーズ退所後の平野の行く末については、韓国の芸能事務所に所属するのではなどの噂が飛び交っています。どの道を選んだとしても、ファンは、ここからはお前の人生だ。自由に生きろ、という寛大な気持ちで彼を見守ることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。